皆さんこんにちは、 TV グルーヴの山崎小麦です。本日は私はですね、今原宿に来ています。私がなぜ原宿に来ているかと言いますと、実はですね、昨日8月11日の夜中にあのジャスティン・ビーバーが約8ヶ月ぶりに来日を果たしてくれました。彼はね、来日公演のために来日してくれたんですけど、それに合わせてですね、8月12日から14日までの3日間限定で、なんとオフィシャルポップアップショップがオープンするんです。はい、どんな店内になっているのか早速見ていきたいと思います。はい、ということでラフォーレ原宿内にやってきました。これからのお店に行こうと思うんですけど、もうすでにですね、この階段を見てください。もうすでにもう何十人何百人という人がですね、もう階段の下の方まで、ね、もう列をなしてね、お店に入るために並んでるんですけど、ということで早速ね、店内の方も見ていきたいと思います。はい、お店が見えてきました。こちらです。すごい、もうですね、お店大きいんですけど、まずなんかこの近未来的な作りになっていて、こう商品がね、ジャスティンのこのグッズがここからでも見えるんですけど、全部ライトアップされています。すごい豪華です。はい、こちらはですね、北米カナダでこうジャスティンビーバーのオフィシャルショップ、ショップザジャスティンビーバーオフィシャルストアのこの商品が、そちらに、北米カナダでしかない商品がこちらにアジア初めて登場したということで、こう有名デザイナー、もちろんジャスティン本人もね、デザインに関わっているということで、すごい貴重なグッズが展開されているんですね。もうどんな風になっているのか、もうちょっと詳細をね、店内でチェックしていきたいと思います。ということで、ジャスティン・ビーバーのオフィシャルポップアップショップの店内にやってきました。もうね、ジャスティンのこう素敵な T シャツやパーカーがずらりと並んでいるんですけど、特に私が注目したのはこちらです。はい、ジャスティン・ビーバーのこのソーリーの文字とジャスティンがプリントされたノースリーブのシャツです。もうね、ブラックでこう、こちらが裏かな、裏にこちらがプリントされていて、こんな感じでなっているんですけど、表がですね、こうビーバーって入ってるんですね。ロゴも入ってて、こうノースリーブだし、この夏にもぴったりですし、あとですね、これなんか女子でも男子でもこうユニセックスで着れるような気がして、なんかすごい使い道がたくさんあるんじゃないかなと思います。とてもおすすめです。こんな感じです。はい、こちらを見てください。こちらもですね、こうブラックとかホワイトを基調としたパーカーもちろんですけど、こうなんか紫のね、こうロゴが入ったものが多いんですよ。やっぱジャスティンっていうと、やっぱりね、紫っていうイメージがあるんですけど、それにちなんですごいジャスティンらしいこうカラーっていう感じになってますね。どれもロゴがおしゃれです。はい、もうね、どれも全部欲しくなっちゃうような商品ばっかりなんですけど、特にこっちもね、可愛いんですよね。こちらはちょっとまた別の、なんか色合いがちょっと違って、まあ、こちらパーパスツアーのロゴが入っているのと、裏にはですね、はい、こちらはラブヨセルフの歌詞が書いていて、実はジャスティンもこの服をね、着た写真を投稿していたんですよ。だから皆さんね、こうかなり欲しい方が多いんじゃないかなと思います。はい、こちらがレジの様子です。レジではですね、こう画面がたくさんあって、ジャスティンのミュージックビデオが、はい、たくさん流れています。そしてですね、こちらにはこう商品をね、もう選んだ方たちがこう会計のために並んでるんですけど、さっきもね、こう列もそうなんですけど、こうお会計にも列がすごい行列としてね、並んでいて、皆さんレジのために並んでいます。そしてこう商品を買うときは、こう商品をね、持ってくんじゃなくて、こう自分のこうチェック表みたいなのがあって、チェック表に自分が欲しい商品をチェックして、それでね、こう引き換えるっていうシステムになっているようです。はい、ということでですね、こちらの店内を見てきたんですけど、いかがでしたでしょうか。実はですね、原宿にはもう1店舗このジャスティン・ビーバーのオフィシャルポップアップショップがあるということです。行ってみたいと思います。はい、ということで続いて原宿のモンキータイムにやってきました。こちらです。こちらででもですね、ジャスティン・ビーバーのオフィシャルポップアップストアが展開しているということで、こちらどんな店内になっているのか早速見ていきたいと思います。はい、では早速行ってみたいと思います。すごいね、白い建物で、
なんかスタイリッシュな感じになっていますね。早速中に入っていきたいと思います。はい、はい、あ、すごい、こちらです。見てください、こちらでもジャスティン・ビーバーのオフィシャルグッズが、はい、展示されています。こちらですは、なんかちょっと色違いのものとかもあったりするんですかね。ちょっとチェックしてみたいと思います。ということで店内にやってきました。見てください、こちらですね、実はジャパンと書いてあって日本限定のこちら商品になっているんですね。はい、カラーもいっぱいあって、ベージュからレッドまで、はい、カラーも様々ですね。長袖もあれば半袖もあって、パーパスワールドツアージャパンとコンサートの秘密とちゃんとジャパンと入っていて、なんかこの赤と白の組み合わせがなおさらジャパンっぽい感じがします。そしてこちらも見てください、こちらはですね、なんとこちらのモンキータイム限定の商品になっています。先ほどとね、こちらの色合いはまだなかったものなので、すごい貴重なものですよね。ブラックもあったり長袖もあったりと、こういろいろ選べますね。パーパスツアーモンキータイム、こんな感じで、こう素材もかなりいい感じで、秋冬でもね着られそうな感じがします。はい、こちらはね パーカーですね。こちらもちゃんとジャパンと書いてあって日本限定になっていて、かなり貴重な商品になっています。カラーもブラックとホワイトの2色ありますね。はい、はい、ということでジャスティン・ビーバーオフィシャルポップアップショップいかがでしたでしょうか。グレートさんとこちらモンキータイムさんやってきたんですけどね、もうなんかやっぱり商品がおしゃれで、私ももうなんか全部欲しくなっちゃうほど素敵な商品ばかりでした。ちなみにですね、こちらのポップアップショップは12日、13日、14日の3日間限定ですので、あとで整理券についてなんですが、結構早い時間にねなくなってしまうので、皆さん早い時間にお店に来て整理券をぜひゲットしてください。そしてですね、ついに明日8月13日そして14日はジャスティン・ビーバーの3年ぶりの来日公演が行われます。そちらもね、こうどんな風になるのか、どんなコンサートになるのか楽しみなので、そちらもねぜひチェックしてみたいと思います。